チェコ国鉄037号線、別名リベレツ・ザ・ビトゥフ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。1875年、南北ドイツ連絡鉄道の路線として開業した。旅客列車が運行しているのは、チェルノースイ南で、国境を越えて、ポーランドに行く便は運行されていない。037号線自体は、リベレツ・チェルノースイ間の本線と、 フリードラント・インドルジ・ホビツェ間の視線からなるが、ホームページでは本線にのみついて記す。視線については、フリードラント・ブチェハーフ・インドルジ・ホビツェポド・スムル・ケム線のページを参照。主に、以下の2つの系統が運行されている。各駅停車で、平日1から2時間に1本、休日2時間に1本運行されている。平日午後と休日の大部分は2層建て列車で、ラスペナバで、 チェルノースイコート038号線直通便に分割する。平日1から2時間に1本、休日2時間に1本運行されている。平日の大部分はストラージなど3駅を通過する。また、休日は主にビーリーポトク発着便との2層立て列車として運行され、各駅に停車する。以下では、チェコ国鉄037号線の駅と営業キロ、停車列車。 接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。